どうも、VIP という名前で活動させてもらっています。VIP と申します。よろしくお願いいたします。本日なんですけども、リアルタイム対戦の方やっていきたいと思います。最近のリアルタイム対戦の事情なんですけども、すごく皆さん強くなられまして、僕の方もね、負けがすごく混んでいます。最近すごくいろんな方からですね、弱くなったんじゃないかと、大会大丈夫なのかと、すごいね、いろんな言葉をもらいまして、ただ一つ言いたいんですが、大丈夫ですよと、安心してくださいということをね、心からお伝えしたいと思います。なので本日の試合も頑張っていきたいと思います。それでは少しちょっとオーダーの方を変えましたので、オーダーの方チェック入りたいと思います。では行きましょう。はい、こちらですね。オーダーの変化というものはあまりないんですが、少しね、選手の写真を変えました。はい、柳田選手や吉田正尚選手、菊池涼介選手、阿部慎之助選手、浅村秀人選手ですね。はい、まあ選手の写真を変えるとね、どのシリーズなんだろうと勘ぐる方がすごく出てきて、ピッチャーの球種などもねチェック入ります。なのでね、その間球を投げたりして、ちょっとタイミングずらしたりね、そういうことができるんじゃないかと思いまして、選手の写真を変えさせていただきました。なので本日はこのメンバーでリアルタイム対戦をしていきたいと思います。よろしくお願いします。では始まりました、 VIP のリアルタイム対戦ですね。相手のピッチャーなんとレベル1のロドリゲス投手です。初めてですね、レベル1のロドリゲス選手は。はい、すごく言いにくいです。まあ私もですね、幼き頃から中日ドラゴンズのファンでして、今自チームは中日ドラゴンズにさせていただいております。まあツーシームでしょうね。はい、あ、中村翔吾選手に取られました。うん、レベル1でもツーシームの曲がりはすごいですね。非常に打ちにくいです。しかしここをしっかりと打ち崩していきたいと思います。まあレベル1の投手なので、変化球があまりないと思います。こういった感じですね。ツーシームが多いと思うんですが、すごく打ち損じてますね。はい、球威4、制球1なので、少しでも当たればホームランになると思うんですがね。はい、少しタイミングが早かったみたいです。さあ、しっかりと打ち崩していきましょう。はい、まあ制球がね1ということで、あまり制球が定まらないということで、はい、こういう打球もねできれば入ってほしいんですが、さあ吉田正尚選手ですね。まあ吉田正尚選手は非常にホームランが打ちやすいと。はい、あー少しダメですね。おっと、これは暴走じゃないのですか。大丈夫でしたね。はい、じゃあここで菊池涼介選手なのですが、代打を送りたいと思います。相手が左ピッチャーということで、ここでカブレラ選手を出したいと思います。さあカブレラ選手どうなるか。素晴らしい応援歌です。まあおそらく体力があまりなくなってきているので、変化量も少なくなってきているはずです。はい、さあここでも A ランクの武田投手ということで、変化量マイナス1に注意していきたいですね。うん、難しいですね、変化量マイナス1は。まあおそらくカーブ代理、ここら辺でストレートが来るんですかね。来ましたね。分かっていたんですが、手が出ませんでした。へへ。あ、危ない、手が出そうでしたね。さあ次の球です。あ、手が出てしまいました。さあ相手の方はね、打率が4割2分でした。はい、4割超えていますので、しかもランクがプラチナ3で4割が超えています。あまり舐めてかかるといかれますね。はい、あ、少し言葉が悪くなりました、すみません。都市相応の言動をしていきたいと思います。さあナイスプレーです。さあ、まああまり限界突破ができていないので、そこまで恐れる必要はないと思うんですが、あまり大胆な配球をやりすぎると放り込まれますのでね。はい、でさっきのストレートもうまく対応してきてますので、そうですね、ナイスボールです。今のを狙った、おーっとカベレラ選手ですね。ここで非常に怖いバッターがここで迎えました。振らないですね。スライダーは注意したいところです。お、ちょっと浮きましたね。はい、運ばれました。さあここで柳田選手ですね、取ってほしいです。あ、ストレートをね、非常にこの方タイミング合ってるんですよね。カットボール、やはりフォークが高めに浮くと危ないんですよね。さあいいところに決まってほしい。
何を待っていたんでしょうか。今の空振りは少しよく分かりませんね。ナイスボールです。さあ次の反撃しっかりと打っていきたいと思います。さあ変化量マイナス1、すごく打ちにくいです。ナイスバッティングです。非常に坂本選手らしい広角に打てるバッティングですね。ライトスタンドに。さあここで丸選手です。ツイストしていきたいと思います。さあツイスト打法出ますかね。うん、おお、今は体が開いていました。顔が残っていませんでしたね。しっかりと顔を残しましょう。あ、さあロペス選手。あ、もう相手の体力はほとんどありませんね。変化量が全然ないです。はい。ほとんど制球もね落ちていますので、狙ったところに行かないので相手の方も苦しいと思います。そうですね。あ、もう1点は欲しいですね。1点差は非常に厳しいです。球速もすごく遅くなっていますので、噛みましたね。はい、もうほとんど変化量がありませんので難しいですね逆に。あ、まずいですね。これは怪しいです。さあ、相手の方すごくストレート張ってますね。ちょっと外角に一球投げてみましょう。外角が打てるか打てないかによって変わってきます。打てますね。まずいです。さあ長打警戒してたので一塁打に進みましたね。さあどうしましょう。ピッチャー交代いたします。やっぱりやめます。外角を打てるっていうのがねすごく怖いんですよね。これも高く浮くといかれます。大丈夫でした。牽制入れときましょう。あ、高いです。やばいです。危なかったです。さあこの辺でインコースのカットボールで引っ掛けてゲッツーというのが理想ですね。よし、近藤選手です。さあここで抑えたいですね。ゲッツーが欲しいです。インコースのカットボール投げてみましょう。ホームラン打たれたらもうそれまでです。大丈夫でした。もう1球投げたいですが、ここはスライダーで引っ掛けさせましょう。で多分おそらくストレート張っているんですよね。高くなるといかれます。大丈夫そうです。そしてアウトです。ラッキーです。さあここでホームラン打たれても大丈夫な状況になりました。ちょっと甘めのカットボール投げていきましょう。ストレートは投げたくないですね。もう一つスライダーをいきましょう。あ、ナイスボールです。さあ微妙なところのワンシーム、どうですかね。あ、すいません、微妙というすごく汚しい言葉を使う、すいません、言動がちょっと、どうですかね。これ勝負球です。よし、セカンドナイスです。ありがとうございました。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。本日の感想を述べたいと思います。C ランクのロドリゲス選手を打ち崩せなかったことが、反省点となります。バッティングの方でも A ランクの武田投手、変化量マイナス1を打ち崩せなかったこと、そこがまだまだ僕の実力の足りないところだと思いますので、次までにはしっかりそういった点を補っていきたいと思います。では次回のリアルタイム対戦の方もよろしくお願いいたします。 VIP でした。